ティー缶ですね。暑すぎる。いただきます。いや、減量ですね。やっぱりちょっとサボってまして、ようやくですよ。もうようやくちゃんとやってるから。何回言うんだって話ですけど、ようやくちゃんとやってます。はい。まあ、大体決まってますね。もも肉に銀鮭、白米、あとフルーツ、かぼちゃ、あとちょっとした野菜とか、まあそんなものをよく食べてます最近は。うん、で全然もも肉とかは市販のタレとか全然使って調理します。うん、今年ね、まあ、いろんなこう小さい目標をこなしていこうと思って。で、まず一つは、これ。フリック入力。今までね、ずっと連打だったんですよ。で、やっぱりフリック入力の方がいいのかなと思って、フリック入力。これね、ようやく上手くなってきた。普通にもうフリック入力、ちょっとずつだけど打てるようになってきました。もう年末にはもうこれもいいよ。うん。で、あとはですね、箸の持ち方。なんか箸の持ち方別にもともと悪くはないけど良くもないみたいな感じだったんですけれども、なんか完璧にしたいなと思って、この箸の持ち方がちゃんとなる矯正箸みたいなのを使ってます。はい、なんかこれもだいぶ良くなってきたと思います。ちょっとした所作よくできればいいかなと思ってます。
my chances, to take my time, to keep on dancing, to walk that line, yeah. You got me shifting the paradigm, no longer wishing, wishing. You're my lucky strike, love the way you ride, look into my eyes, say you're ready to go. Cause I can't go home without you. And my heart just vibe with you, babe. Wanna go sky high with you, babe. Gotta bring you close to tell you that you're my lucky strike. And I got to tell you, if you didn't know, then I got to tell you that you're my lucky strike. And I got to tell you, if you didn't know, then I got to tell you. Way too loud. Telling all your friends things that I never said. They're pushing you to get away. Maybe it's your therapist telling you that everything's gonna be okay. Fighting with your head, I can hear it in bed. You're trying to keep me awake. Can I be honest? Just let me be honest, yeah. Kanpai. Oh. あー、なんか疲れたなんか最近マルチタスクになってて、マルチタスクって俺すっごい苦手なんですよね。なんかうまく活動できないっていうか、マルチタスクすごい苦手なんですけど、そんな感じになってて、まぁ、ちょっとね、マルチタスクのになってる時こそマルチタスクって言いたい人だけになってるなんかいろいろやらなきゃいけないことがある時こそね、一つ一つちょっと丁寧にこなそうと思います。ちょっとある目的で最近勉強始めたんですけど、もうほんとね、もう勉強に対する拒否反応がやばい本当に。まあけどちょっと勉強やり直して、うん、まあこれ2年ぐらい続くんかな。まあちょこちょこやっていこうかなと思います。はい、っていうことです。それでは